人類縁者で墓から運び出した先祖の衣を変えた。あと、先祖の遺体を運ぶファマディハナは、先祖の遺体を墓から取り出して、新しい布で包み遺体と共に踊るマダガスカルの伝統的な改装儀式。英語での別名は、ザ・ターニング・オブ・ザ・ボーンズ。歴史家のマヘリ・アンドリアーナ・ハグによれば、この国で最も普及している儀式の一つだという。 何世紀も前から行われている行事であり、マダガスカルの高地にある村々が起源だとされているが、マダガスカルの最初の定住者の起源とされている、東南アジアの文化や伝統が元になっている可能性もある。メリナ族などマダガスカルの複数の部族が行う儀式、マダガスカルの冬にあたる7月から9月に行われる。マダガスカルの人々にとって、 この儀式は死者を敬う儀式であり、また家族が国全体から一堂に会する機会でもある。墓から先祖の遺体を取り出して新しい布で包み、共に会話をしたり踊ったりする。また、ご馳走を食べたり音楽隊の演奏なども行われる。メリナ族のファマデリ花を取材した CNN の記事によれば儀式の流れは以下の通りである。 年長の家族の夢の中に先祖が現れ、寒さを理由に新しい服を求めるとファマディ花を行うことになる。伝統的な先生術師であるビシーが開催日を決定し、参加者や親族は何マイルもの距離を超えて集まる。家族は自身の祖先、親類の遺体を墓から取り出すと古い衣服は慎重に取り除いて新しい絹の白い布で包み直す。祭りでは、 遺体と共に踊ったり会話したりし、日没前に祭りを終えて遺体を墓に戻す。この時、参加者が持ち寄った金と酒は副葬品として遺体と共に墓に入れられる。マダガスカルではキリスト教と伝統的な宗教が融合しているが天国と地獄の存在は信じておらず、死後は遺体が完全に朽ちるまでは故郷の地に泊まり、その後に 第二の生で生存時と同様の生活をするのだと考えられている。亡くなった先祖は神と少女を仲介する存在であると考えられており、先祖には地上に干渉する力があるのだと信じられている。また、一度も浜木花を行っていない遺体は、少者でも先祖でもなく、浜木花を行うことで新しい世界に属する先祖になるのだという。 マダガスカルの人々にとって、墓は、自らのアイデンティティであり得よりも金をかけるもので、ファマディハナにも大金が費やされる。初期に、マダガスカルを訪れたキリスト教の宣教師らは、ファマディハナを止めさせようとしたという。今日では、マダガスカルで最大の宗派である、ローマカトリック教会は、反対していないが、福音主義では、ファマディハナを止める人が増加している。 改装儀礼を行うことで新たな感染リスクになる可能性が指摘されている。マダガスカル保健省の専門家は、ファマディ花が開催される7月から10月にかけて、ペストが流行することを確認している。保健省では、ハイペストによる死者の遺体を、ファマディ花で取り出すことで遺体に触れた人が感染するリスクがあると認識しており、ペストによる死者は改装できない無名の集合墓地に、 埋葬するように定めている。だが、遺体を秘密裏に取り出した事例があると地元メディアは報道しており、AFP は当局がペストの感染リスクを広めようとしているものの、地元民はこの事例に疑問をほとんど持っていないと報道している。ありがとうございます。